よし。Thank you.
目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです。記憶が残る場所、触れられるのは。アベンチュリンと取引してみてどうだった？大変だったんじゃない？あの人はああいうスタイルなの。オール・オア・ナッシングが口癖でね。いつも親しげにしてくる一方で、取引相手を危険な道に誘い込む。やり方は人それぞれだから、余計なことは言わないでおくけど。でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても期待してるんだ。それはもちろん、だって取引だもん。大事なのは君がどちらのテーブルにつくかだよ。二つの事件については残念だけど、あんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうしかないね。俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ？私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して、彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。今度は相手を間違えてないぞ。なるほど、あの時ホタルを追いかけてた二人か。なんでお前がまた因縁をつけに来たのか。今度はおじけづいたりしないぞ。用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。あんたたち知り合いだったんだ。はあ、あんたってなんでどこに行っても前にボコボコにした相手に会うの？もうなんでいつもそんなこと聞くかな。うちらはファミリーのために殺人事件を調査してるの。あんたたちの上司と事件について話せない？それは…こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。何が殺人事件だ。デタラメ言うな。そうだ、話すことなんかない。帰れ。協力する気はないみたいね。でも上司がドリームボーダーにいることは話してくれたわ。なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない？多分この子が言ってたギャラガーって人でしょ。警備、きっとあいつらも事件のことで大変なんだろうね。ギャラガーどこにいるんだろう。はたらしい。おい、そこの二人、この先では今ハウンド家が調査を行ってる。関係者以外立ち入り禁止だ。ちょっと待て、灰色の髪のお前、どこかで見たことがあるよな。あんた、ピノコニーでどんだけトラブル起こしてるの？それ、自分で似てると思ってる？いやいやいや、本気で言ってる？間違いない！この前のやつだ！努力だの、友情だの、クロックトリックだの叫びながら、あの金髪の子と一緒に俺を殴っただろ！今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。さもないと。
土下座してお願いするからな。え？あんたこの人に一体どんなひどいことしたの？ちょっと待って、その私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力するから、私たちがギャラガーさんに会えるよう便宜を図ってもらえないかしら。そのギャラガーってのは一体誰だ？もう何人もその名前を口にしているが、そういえばその灰色の髪のやつも前に言ってたな。え？ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの？俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの？ダメだ。ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。さあ帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。他の方法？そうだ、あんたこの前はクロックトリックってのでこの人を心変わりさせたんだよね。もう一回やってくれない？そのクロックボーイの不思議なマジック、お願い。過去の伝説、ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。分かったら帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。さて今は何時だ？何？もう定時か！任務終了だ！誰も俺の邪魔をするな！あんたのクロックトリックってちょっと危険かも。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。行きましょう。そのギャラが。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんなところまで来てどうかしたのか？こんにちは、ギャラガーさん。その唇からして私たちがここに来ることは分かってたみたいね。姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺にさんなんかつけなくていい。私の名前まで知ってるの？ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車の乗客で時計屋の客人なんだから。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確かあの時は銀髪の女の子も一緒にいたな。あの子のことは本当に残念だった。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも正義を果たしたくて。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。気にしないでくれ。ピノコニーでファミリーを嫌うやつなんざいないからな。どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思うやつがいると思うか？そんなのはバカか子供か正気を失ってるやつだけだ。何かをほのめかすような言い方ね。まさかそんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう。 OK、 それならついてきてくれ。ここは話をするのには向かないから場所を移そう。
あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いて、ここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。まるで生きた心臓のようだ。ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一のコア、共通の理想を囲むように集まり、その指揮に従い、それぞれの役割を忠実に果たす。自分を捧げると同時に、その恵みを受けているんだ。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理由なのかもしれないな。だが、人間の体には終わりがある。それは神の体も変わらない。巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。そしてそのことを認めようとしないファミリーの姿勢が、無意識のうちにそれを加速させてしまっている。何の代償も苦痛もない安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に絵師に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、死は決して変えられない結末だ。しかもその絵師は伝播していく。一つのピースの異変がやがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊を呼び崩壊させる。最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。もちろん。まあ私が覚えていることが前提条件になるが。ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけそのおぼろげな光景が鮮明になるんだ。なるほど。君の好きにするといい。これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全てはっきりと覚えている。何でも聞いてくれ。流行、贅沢、消費主義の無境、黄昏の時、俺の仲間もそこを訪れた。なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで金を湯水のように使い、全てをかけるところを見たはずだ。あそこではあらゆるものに値段がつけられ、全てが売買されている。夢そのものすらも。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば定められた期間と規則の下で彼は買い手のあらゆる指示に従う絶対的な所有物となる。そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見た中で最も盛り上がった回だったが、もう彼に目を向ける者はいなかった。
そしてそのオークションで彼は落札されなかった。黎明の時、そこには無境の基盤を加工するための超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って、豪華な客室とはかけ離れた寝床で休息をとっているんだ。だが彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いは、いつか黄金の時に移り住み、自分の手で織ったきらびやかな服を見ることだった。だがある理由によって彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。緊迫の時、そこはピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担い、貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が緊迫の時で働くことを何よりも願っているんだ。他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ったピピチ人が空から落ちてくるところを見たんだが、それでも周囲の人々は彼のそばを通り過ぎていくだけだった。ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。君が見てきたことを教えてくれ。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊していて、歌と踊りが絶えない場所だ。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。泊まった時の中で彼女は数えきれないほどの時を待っていたんだ。湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海の底に消えてしまったそうだ。やがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女は口を開くことなく、ただ海と空が交わる水平線をぼんやりと見つめているだけだった。結局私たちはそのまま砂浜に戻ったんだ。これが私のこの旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった、ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。
人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様を。だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。もしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちはそれを変えるべきなのだろうか。ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後、その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界の全ての人々と同じように、人間の可能性を心に刻んだんだ。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、その後は無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には似て非なる世界が無数に存在している。そしてその世界には似て非なる人々も無数に存在する。私も旅をしている時、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。だからこそあなたに伝えよう。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で、私はその男の命を終わらせた。私一人の手で。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、純種の表彰の下で君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、
その質問に答える前に、さっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに、鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔、彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは、遥か遠く、天の外から届く光が雲を貫き、大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは、何度も何度も、何世代にもわたり、翼を広げ、空高く舞い上がり、太陽に触れようとした。なぜなら、そこに太陽があるからだ。では、そうして最後の鳥が、ついに空に舞い上がったとき、光の果てにあるのが太陽ではなく、光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。久しぶりだな、ピノコニーを楽しんでるか、ヤオミ。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。彼女の仲間かしら。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて、店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物。偽物。なるほど。彼女は黄泉を追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ？私はガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。まあどっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を一発残しといてやるから、首を洗って待っててくれよな。何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ、書き出しはどうする。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。彼女は遵守の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ遵守の運命の後人。そうでしょ？ねえ、教えて。ヨミは一体何者なの？オーケー！まさか味方だったとはな。ホーリースイート。どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。あの女の過去、ふんなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。顔色が悪いな。それともそれも君の演技か。
よくまた僕の前に顔を出せたね。これこそが君の望む結果だと思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから、もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい？それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。分かった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ、教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。ああ。だがどうするつもりだ？その謝礼金の入ったバッグの中に低軌道支援を呼べるビーコンでも隠してるのか？さあ、それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。はあ、君は完全に狂っている。どうしようね、ギャンブラー。狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ、処方箋か？君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて、やってくれるな、あの羽頭め。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。準備の歌が銀河で歌い継がれるようにするために私の公演を応援してね。わあ、綺麗な宝石。でもこんなに素敵なプレゼント、どうして見ず知らずの私なんかにくれるの？それは美しい夢の中で誰かが貧しい思いをするところは見たくないからかな。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう、初めましてのお兄さん。今度時間があったら私の歌を聴きに来てね。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな？死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。
だから何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。ただの噂でよければ、使徒は関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね。だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう。今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった。夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに。頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。やれやれ、世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。お前さんは。ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だな。きっと向こうの建物にカメラを仕掛け、自分の前行を撮影しているんだろう。お前さんたち若者は朝から晩まで木をてらうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれは、また死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクター・エドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただのおふざけばかりだった。ひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで、思わず吐くかと思ったぞ。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。笑えるだろう。そうだね、邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物、あの記憶行きミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだな。酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。お？それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば十分だ。それがこの無教の真理だろ。スラーダは飲みすぎない方がいい。体に良くないからね。おっと。お前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔、その話
詳しく聞かせてもらえるかな。いいぞ。それはな、首の太い辰の落とし子だ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてるおっバカ野郎の前にな。面白い。確かに面白いね。教えてくれてありがとう。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら、ハウンドがいつでも力になります。あなた体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたらいつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか？そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。ってそんなの当たり前か。私と話がしたいんですか？構いませんが、デリケートな話題はやめてくださいね。お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、自分から他人にお金をあげる人は初めて見ました。あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって、溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんて、それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして、誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。僕に何か用？ごめん、てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。これは僕へのプレゼント？何かの間違いじゃないか？大した金額でもない、ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて、
実は君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい？僕の父さんのこと？それとも母さんのこと？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは、無境の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある、夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニックだから、夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても、無境の中では僕を守れない。守る？身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて、僕は本当に父さんに遠く及ばないな。皮肉だ。本当になんて皮肉なんだ。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって、こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと、人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは、口の聞けない人になるの意味なんだけど。わかってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ、花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者。僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのは何でだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは、本当に
ロビンのことだったのか。もし、いいやって言ったら。ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。あの日君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの。教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。グシャ、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つは方法。そっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でもそれって何も分かってないってことじゃないの。いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては、16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、グシャ。この子に約束だよ。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。そのお守りは気に入ったか。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ。ツガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。
お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。分かったか？お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか？金なら有り余ってるからな、金髪小僧。半成形奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け。俺を失望させるなよ。いくら使った？ああ、僕の価格さ。一体いくらで僕を買ったんだ？ふん、知りたいか？ええだろう。知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたらそれを僕にくれ。賭けるかい？俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ。他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。オールオアナッシング。俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。ギャラガー、あんたが来るなんて珍しいね。ちょっと友人が訪ねてきてな。今少し時間あるか、シボン？私なら一日中暇してたよ。いらっしゃい。ようこそバーナイトメアへ。メニューには何でも載ってるけどスラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。あとバーの中にあるものはどれも売り物じゃないの。ここで買えるのは喜びだけ。お客さんの心からの笑顔しか見たくないからね。何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプだ。セーバルって誰？ぜひとも紹介してほしいね。あ、聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボン。お前の手を煩わせるまでもない。今日は俺が腕を振るおう。年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそうだ。飲み物の材料はどこに置いてある？それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら？ああ、そのつもりだ。
お前らちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。カスタムメイドでノンアルコールのな。バーの中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無境だよ、可愛いお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、飢え、迷い、嫌気、どんなものでもあるの。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。ま、あまり深く考えるな。迷いは楽しむ上での大敵だからな。ほとばしる過去の伝説。